旅人さん、来たのか。当時の公文を提示して天領奉行に説明したよ。それでやっと信じてくれた。僕と結録音容量は潔白だ。よかった。これでやっと式大将は自分の使命に集中できるな。ああ、すでに結録音容量は当初の形へと復元し、武道を修練するための純粋な秘境となった。この秘境はもうしばらく稼働した後、武術の力を使い果たすだろう。その時はこれを封印してゆっくり力を貯めることにするよ。またとない機会だ。挑戦してみるかい？おお、オイラも見てみたいぜ。この部屋にはまだ少し武術の力が残っている。過去の声を記憶しているようだ。僕が再現してみよう。信じられない。僕たち何人かで何十もの魔物を倒すなんて。先輩の言ったことは嘘じゃなかった。カムナ様が僕たちにくれた式神は僕たち凡人では手に入れられない力を与えてくれる。延々カムナ金両両がの強者。いつの日かみんなを守る重責を担えるようになってみせる。のイカズチ、まめきなさい。それよっ、あ、さあ、燃えよ。そこだ、行くぞ。逃げ道はあり、うん、裁きの雷。見切りました。
ためきなさいよっ、結霜せよよっ、ミュージックスタート。みんな頑張っ、それわめきなさい。ここより弱滅の時、さばきの雷、結霜せよ、はい、は早くわめきなさい、それそれ砕け散れ、剣鏢恩を断つ、粉々よ、下がれ、くらえ、いや、急ごう。この部屋にはまだ少し巫術の力が残っている。過去の声を記憶しているようだ。僕が再現してみよう。さすが先輩、伝統武道の訓練方法と陰陽術を組み合わせるなんて。こうなれば訓練にも実践の効果が得られるようになります。僕たちの武術も飛躍的に向上しますよ。おいおい、俺は何もやってない。これは全てカムナ様の考えだ。カムナ様の期待に背くなよ。見切りました。はっはっ、やっ、はい、そこ粉々よ、燃えよ、そこな、短所鉄拳くらえ、トン、そこな、ほれ、無我の境地、さっ、ふっふん、さっ、せっ、そこ、兵糧のようにうなれ、それ不利な状況ね。ジャッジメント。逃げ道はあります。準備できたかな。みんなを守る。ここより弱滅の時、せっ、よっ、そこ、せっ、さばきの息、ふっ、ふっ、早く、よっ、それ目には目を、よっ、
気出してよ。わめきなさい。それ。ふっ。粉々よ。みんなは俺が守る。見切りました。稲光、すなわち永遠なり。ストップ。ふっ。そこ、さばき、結霜せよ。ふっ。剣兵、恩を断つ。砕け散れ。見切りました。無我の境地。ふっ、ふっ、ひゅって、ふっ、ストップ。ふっ、ふっ、逃げ道は全力攻撃だ。それ、ひゅっ、粉々だよ。それ、ふっ、それ、わめきなさい。へい、よっ、よっ、よっ、勝つぞ。この部屋にはまだ少し不術の力が残っている。過去の声を記憶しているようだ。僕が再現してみよう。春之助、慎重になれ。初めから君についてきた武士たちは忠実だ。だが今の参加者は皆悪意を持っている。君から金を巻き上げることしか考えていない。それは仕方のないこと。小生は一介の凡人に過ぎない。権力もなければ勢力もない。金に頼ることでのみ武道に秀でた者たちを小生のために戦わせられる。元から小生は彼らに無理させている。罪があるのは。
見切りました。相手を間違えたら見てくれる。無我の境地。兵糧のようにうなれ。わめきなさい。見切りました。わめきなさい。みんながそばにいてくれる。稲光すなわち永遠なり。ふっはっふっふっ。逃げ道はありません。結相せよ。剣票恩を断つ。粉々よ。はっよっ。目には目を。捕獲完了。よっ、はい。見切りました。みんなは俺が守る。わめきなさい。それ。ジャッジメント。捕獲完了。この。裁きの雷。見切りました。逃げ道はあります。粉々だよ。兵糧のようにうなれ。これでどうだ。やっ、攻撃が強い。目には目を。はい、やっ。お主の活動。裁きの威嚇。これでどうだ。はい。
力攻撃だ。ここより弱滅の時。ここまで。よっ、ガッ、ストップ。よっ、逃げ道を。よっ、やはりダメだった。結霜せよ。ヘイ、ここさばきの怒りで無我の境地。そこ見切りました。そこわめきなさい。やはりここまで。結霜せよ。それ、やはりダメだ。ジャッジメント。よっ、はっ。よっ、はい。はっ。ここまで。はい。逃げ道はありません。行くぞ。急ごう。手合わせしようじゃないか。相手を間違えたら。行くぞ。椿の雷。ふっ、粉々よ。それ、よっ、わめきなさい。よっ、へい。そこ砕け散れ。みんながそばに。装甲の恩、結霜せよ。ジメント、ふっ、へい。よっ、ふっ。逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。よっ、ふっ、へっ、ふっ、ふっ、へっ。燃えよ。そこだ。立炎イン。ほれ、過ちを正さないと。全力攻撃だ。裁きの怒り。やるね。わめきなさい。兵糧のようにうなれ。
よっ、それ目には目を、よっよっ、見切りました。くらえ、下がれ、くらえ、くらえ、せえ、みんなは俺が守れ。ここより弱滅の時、そう、ふん、やっ、武道の極限を追求する者は皆結録音容量で効果的な鍛錬を得られていた。もちろん焦って強敵に挑戦すればかえって挫折してしまうこともある。無理をせず自分のできることから始めるといい。